7日まで展示してます。あ、遊びに行きましたね。バンコクで、バンコクで関根さん今だら見える。バンコクいいですよ、すごく本当に。で、菊池さんがさっきおっしゃってた中あの東南アジアのホテルのトップはみんなプールになってて、うん、インフィニティプールって言って、あの風景の向こうまでドーンと水なんですよ。うん、そこでシューティングをしました。はい。まだ言うか。あ、メイちゃん。メイちゃん。メイちゃん。その作品のモデルで。メイちゃん地上でシューティングして。で、初めてこう、もちろん会って、はい、初めて撮ったんだけど、めちゃくちゃ感が良くて。はい。こういう撮影風景、バカ、なんか、こう想像してないですよね。そうですね。それこそ20年前のオフ会からこんなことになろうとは思ってないですよね。なんかね、あのもうそのそこから考え始めると考え深すぎて、もう話できないぐらい考え深いですよね。シンガポールのあれが有名ですよね。こうなってて、僕のあそこ行ったんだけど名前忘れた。途中から大きくなって、大きくなってて、船が、ホテルの上に船が乗っかってるようなデザインになってるのが、はあ、そのホテルが、ルーフトップ、プールの最初で、どんなもんか行ってみたんですよね。これもですね。楽しかったですね。はい。そしたらもうあっという間にアジア中に広がって。
今何時ですか？10時回る。10分。もう割っていくだけ。もう着こなしてるんで、うん、これあの OD さんが履いた2杯と同じ2杯。ああ、はいはい。ちなみに OD 金槌ですけどね。そこはすいません。はい、ああ、すごいですね。フロントジッパー。はい、フロントジッパー。まあ、そっちに飾ってるシリーズなんですけど、はい、これがこうザ・リアライズの水着ではあるんですけど、はい、あの菊池さんお気づきかと思うんですけど、はい、タイの国旗なんですよ。国旗ですね、はい、でこう日本人からしてこう正常期の金髪の女の子がハーレー・ダビッドソンにまたがってるのも、はい、こう水中ニュースでそれを同じことをやろうとしたらこうなるっていう感じですね。なるほど。東南アジアの国旗競泳水着ね。で、あの今そのタイは雨季なので、はい、あの初の水中ニースより前は屋外あるんですけど、水中ニースが始まって初の屋外撮影なのに、はい、雨が降ってたんですね。ははは。で、雨かってちょっとがっかり気味に撮影し始めたんですけど、はい、なんかもう雨がいい味すぎて、はい、本当ですね。こう雨季のこう時期にしか撮りようがない。はい、パーツもいい仕事。ああ、本当ですね。これはめいちゃん本人が一番好きな写真。なるほど。映像だと分かりにくいんですけど、あそこに展示したやつだとやっぱり雨が映ってて、はい、こう雨の中の、うん、水中写真って自分でもちゃんと見たことがないというか、まあ、普通雨の日は撮影しませんからね。雨季ないですからね。雨季は撮らないですよ。あの初の屋外撮影が雨っていうのがちょっと自分らしいなって気もして、はい、あまりピーカンで元気はつらつな女の子がっていう水着グラビアでもないじゃないですか。うん、そうですね、まあそうですね。っていうのが、はいはいはい、バンコクの